この動画は縦画面に対応しています。ここのボタンを押してフルスクリーンにしてみてください。さて皆様どうもこんにちは、こんばんは、おはようございます。僕です、ダイダルです。さあ、妖怪ウォッチプニプニね、隠しステージ編です。隠しステージ皆さん、やっていましたか？さあ、ここの黒い妖怪ウォッチイベントで、隠しステージは、2つ。ね、ちょっとやらなきゃいけないところがあります。まあ、正確には3つあるんですけど、1つはね、普通に攻略するだけで出ますので、2つ、ややこしいのがありますので、それ紹介させていただきます。まず1つ目がね、このステージ23の横にあるところですね。ステージ23で、とある条件で攻略すればいいって感じです。さあ、それやってみましょうか。パーティー大丈夫かな？パーティーはちょっとわかんないけど、行きます。多分大丈夫。行きましょう。あー、これ大丈夫かな？その条件っていうのは、いくつだったっけな、80個以上壊さないで攻略するみたいな、なんか、その手のやつです。ね、たくさん壊すと、壊しちゃダメよお化けが出てきますので、壊さないで攻略していくって感じですので、こんな風にデカプニをね、いっぱい作って、ね、攻略やっていきましょう。ってことで、早速、ガンガンやるよ。よし。でも、キュービの技がね、そんなに使いづらいってのもあるからな。よいしょ。とりあえず撃っときましょう。まず、よし。で、ヤマタンとか全然溜まってねえんだけど、大丈夫かな。よいしょ。いや、撃っちゃおう。さあ、まず一体やっつけた。えい。あ、次。この技も撃つのは、はばかられるんだけど。まあまあ、とりあえず、デカポニーたくさん作ってから撃っちゃいましょう。デカポニーがいっぱいいたら、ダメージは少ない。ということで、いきます。フィニッシュかな、これで。よし！さあ、結果見てみましょうか。多分いけたんじゃないかなって思います。これ、スコワタのパーティー。スコワタ、俺、今週、頑張ったよ。まだ、ガチの方からしたらあれでかもしれないです。さて、とりあえず、これです。隠しルート解放。消したい妖怪プニの数が80以下です。皆さん、ステージ23で、80以下で、行くと、ここに、出ます。哲也。結構好きです、哲也くんは。さて、二つ目です。隠しエリア2。ね、極み桜住宅街の、極み黒い桜住宅街の三つ目です。ここですね、ステージ43。ここを、とある条件で攻略すればいいんですよ。とある条件というのは、武器民族を使ってダメージ3000以上出せたんだったかな、確か。です。まあ、そんな感じですので、頑張っていきましょう。さあ、武器民族、でもね、育ってないと3000でなかなか出ないんですけど、ね、僕育てませんので、一角とかね、大人会とか、攻撃力アップ、ね、する妖怪を、ね、ほんのりたくさん入れております。よいしょ。そういう風にいかないと、ちょっとマジでシャレなんないぐらい、きついので、よいしょ。そんな感じです。ちょっと待ってね。ちょっと待って、忙しい今。そらそうだ。よし。ヒバ早い早い早い。ヒバ早いの早い早い。ちょっと待って待って待って。待って待って、これ。おいしょ。オッケーでしょ？あ、これいける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 。うと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 、もう全部。よし。これで。大丈夫かこれマジで。さあ、ロボニャン先生、いかがですか？さあ、とりあえずこれ見てみましょうか。威力いくつ出るかな？はい。3000、ギリギリ出ましたやん。よし。さあ、これであとはクリアするだけなんですけど、それが実は一番難しいんすよってな。死んだし。うわー、最悪だこれ。コンティニューしよう。すげえ、もったいないことした今俺。やばい、ちょっと待って、もう、動画撮ってたからってさ、そういうことするのやめようよ。500倍まで返してよ俺の。待ってこれ、しかもこれ失敗するじゃねえか、しかも。待って待って待って、やばい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 。で、ゾロボニア撃てばもう OK の状況を作ったんですけど、500倍マネーを取り返すために、ある程度は頑張りましょう。ちょっと待って待って、まだまだ、はい。ヒバ入んないよね。ヒバ入ったね。よし。さあ、こんなもんかな。とりあえず、両方とも攻撃力アップをかけて。
よし。で、ロボニャン撃って。よし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 。で、ロボニャンが、うわー、ちょっと待って、これ全然ダメっぽいぞ。ロボニャンおらんやんけ、全然。もう、さ、ロボニャンがたまんなかった。よし。まあ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 、いいでしょ、最低限。最低限は出せました。はい。ということで、これで、条件達成できました。見ていきましょう。うわ、200、100、193Y まで損した。細けえな。はーい。運外教も友達だったしね。さっきレバニラ炒めだったっけ、あれも多分出たから。レバニラだったっけ、オッケーでしょう。はい。で、これです。武器民族で最大3000以上達成です。これですね。まあ、俺みたいにどうしようもないときは、コンティニューしましょう。はい。さあ、これで、出てくる妖怪はこちらですね。誰？かわいい。ダリスですね。なんかトランプ妖怪の親戚ですか？はい。ということで、皆様ね、ぜひとも隠しステージ、まだ出してない人は、ぜひとも出してみてくださいませ。さあ、これで今回はこれで終わりましょう。お疲れでーす。